城の定位置か。けどこの先は登れそうにねえな。おとなしく出てくるですよ、鬼の大将。だよ、誰もいねえのかよ。ちょっと二人とも突っ込みすぎかよ、早く引き返した方がいいかもですよ。え、それってチェ、遅かったみてえだな。これ完全に罠ですね。囲まれてます。じゃあ小夜叉、どっちがいっぱい鬼を倒せるか競争ですよ。わってるよ。かよ、さっさと小波に連絡をくれ。大阪城の天守は外れ、シノの予想が当たったってな。皆様のご護衛をお祈りして言っていたよ。貴様は大阪城の天守にこもるくらいなら健介か我のいる堺を落としに来るだろうとな。さすが今公明と高い竹中様ですね。やるね、造園を健介から回してもらうべきでしたかね。そうなれば手薄な健介を狙っただけであろうよ。スズメ、わかってます。この店の基地に鬼どもを近づけさせるな。撃てー、第二陣も続けて撃てー。 あれ、普通が効いてない。いや、この鬼そのものは幻。これは全てが幻ではないな。中に本物が混じっておる。一番面倒な相手か。総員、距離を取って迎え撃て。さて、我が幻の兵どこまで耐え切れますか。あの距離を狙い撃つとは、風情も何もないの。えへ、最下衆は特に武士ってわけじゃないからね。やったか。ああ、そうでした。堺の相手には名高い最後の鉄砲傭兵もいたのでしたね。立ち上がった。あれも幻か。もうそういう時に言うのは結局だって、鬼ちゃんも言ってたのに。そういえば、さっき切った鬼どもの、どちらに手応えがある。ならばこの鬼ども、幻も実態も変わらんではないか。構わんだろう。迫る鬼どもを端から切り捨て、あの利休を下せばよいという方針は変わらんのだからな。それになんじゃ、この晴天に雷じゃと。どうやら間に合ったみたいね。麦穂、どうしてここに。しかもユイナ様までお連れして。弱卒揃いと言われる織田家でも国元を預けられる将や兵くらいいますから。何よりあんたたちを片付けないと、いつまで経ってもうちの旦那たちが帰ってこられないのよ。織田家の諸将たちよ、我らが大将の御前ぞ。尾張美濃で蓄えたその武勇と忠義、この戦場でしかと見せるがいい。総員かかれー。
皆様のご御愛をお祈りして。お前まで何をやっているのだ、麦穂。私だって天下分け目の戦に留守になって言われれば少しは焦ったりするのよ。それにこうやって靴輪を並べて戦うのは久しぶりでしょ。やれやれ、ユイナ様を連れ出したお叱りは一人で受けろよ。はあ。ミノと終わりを開けてきた分には足らんぞ。それそっくりそのまま返していい？釈明は後で聞かせてもらう。そうしてちょうだい。にしても多いわね。泣き言は聞かんぞ。飛び込んできたのはお前なんだからな。私だってクオンの背中くらい守りたかったのよ。いつも守ってもらっている。そういうのは普段からもっと聞かせてほしいんだけどな。血は喧嘩ならよそであれ、鬼も食わんぞ。皆様のご御愛をお祈りして。なるほど。織田家からの増援ですか。とはいえ、その程度の増援があったところでこの物量に勝てるとはとても。にゃ、崩れちゃった。ごめん、カズハちゃん、お願い。任せておけ。吹き散らせ三千世界。ケンスケ様、それにそばのお二人は。ああ、元に戻っちゃったの。手応えはあったはずじゃが、これも幻か。いや、今川氏真様はまだ深沢のはず。あなたの悪巧みはとっくに昨夜から聞いてるの。今深沢を包囲してるのはマリたちの影武者なの。ならば酒井はおとりだったと。あちらです、ヒヨさん。ケンスケ隊、鉄砲構え。親方様がマリ様に同行しろとおっしゃったのはこのためだったのですね。私の幻を見抜く目があると。ええ、相手が幻だと分かっていればそれを見抜くのは難しいことではありませんから。それでもこの数ならば。カズハちゃん。お、ただ払えるよいことか。それこそ世の出番じゃろ。今日は大盤振る舞いじゃぞ。打ち払え三千世界。
有岡の主たるあなたの口からそのようなことを言わせるなど、まさしく鬼の所業、許すわけには参りません。今です、梅さん。容赦はいたしませんわよ。蒲生家お家流、ムカデキルマル、亀井千里子。やりすぎてしまいまして。上級の鬼相手に加減などできるものではありませんよ。さすがにやるね。向こうもなかなかに頑丈ですね。いやいや、今のはマジで聞いたよ。さすが梅さん。なんだか調子が狂いますわ。はい、向こうの攻撃は確かに必殺ですが、正直手合わせでもしているような気に。それがあの荒木村重という鬼の性質なのでしょうね。ヤヤさん、しずくさん、危ないですわよ。ん？何？しずく。一つだけ聞かせてください。今やっていることは本当にヤヤさんがやりたいことなんですか？え、今頃それ聞いちゃう？ま？真面目に答えてください。いや。それはおしさん次第っていうか。ササラさんは関係ありません。それはそれ、その言葉も聞き飽きました。私は荒木やや村重殿の言葉が聞きたいのです。だからそれはそれ、うわー、もう力が大きく。しずきさん、お下がりなさい。そんな言われたってうちばかだからわかんないし。あー、もうマジムカつか。エリカさん、ウメさん、すみません。いえ、ああして怒るのは痛いところを突かれた証拠、少なくとも言葉の通じる相手という証です。ええ、吠えて呼ばれるだけならあのチンクシャと変わりませんの。さっきまでの方がよほど嫌な相手でしたわ。さ、荒事は私たちに任せて、しずくさんは存分に策を巡らせてくださいまし。皆様のご護衛をお祈りして聞きましたわ、うん、はい。ヤヤさんのお家流はかつて鬼との戦いで亡くなった戦友の意志を借りる技、いかなる事情があれ鬼と化したヤヤさんを英霊の方々が認めるはずがありませんから。しずくさんはこうなると分かっていて。そうですのね。あの時にはもう、ヤヤさんは鬼となっていたのですわね。ヤヤさん、聞こえますか？ヤヤさん。うん、しずく、うちを打つなら
今のうちがいいよ。さすがにもう動けそうにないわ。そっか、お家流使えなくなったのはそういうことだったか。まあそうだよな、うち鬼になっちゃったんだもんな。ややさん、ややさんがやりたいこと何ですか？しずく、教えてください。ややさんが本当にしたいこと。しずくや梅さんやみんなとパーリーしたいかも。で、石山で死んだみんなにさ、生き残ったうちらはこんなに楽しくやってんぞって、うちを生き残らせてくれて本当にあんがとね。でもまあ鬼になっちゃったし、みんなも許してくれないだろうしさ、それも無理かな。できますよ。連合には敵だったことがある方も、鬼だったことがある方もいますから。もう、え？ですから、ややさんも戻ってきてください。ケンスケ様も、エイリカさんも、梅さんも、みんな揃って次はパーティーができますから。そっか。次はちゃんとできるんか。あ、でもそれ、ケンスケの調服しなきゃしょ。お嫌ですか？ケンスケいいやつだけどな。そんなことされたら正直本気で惚れちゃいそうだし。マジないわ。皆様のご分をお祈りして、力の差を見せつけてやろう。鬼だから化け物なのは間違ってない。そうっすけど、残っているのは利休の作った幻でしょう。幻なら幻らしく、振り払ったら消えなさいよ、鬱陶しい。恩大将、さすがにこれ以上サマヤマンダラを使うのは。だからってここで引き下がるわけにはいかないでしょうが。ケンスケたちは境だけど、中の連中はまだ戻ってきてないのよ。あら、もうおしまい？あんたたち、あ、間に合ったみたいなんだぜ。当たり前なのら、我ら武田がおくねを取るなんてありえないのら。長尾の皆様は少し休んでいてください。ここからは我々武田四天王がお引き受けします。北条だってちゃんと来てるからな。風林火山の旗に従う者たちよ、我らが連合の巨匠に救う鬼たちを解く打ち払え。我が北条の勇者たちよ、今こそ連合の一員として我らをたばかる鬼たちを切り払うのです。突撃、皆様のご分をお祈りし、
の様子だと、目論見はそれなりにうまくいったようね。結果が出るのはこれからだけどね。それより宇治安殿、あなたにはお聞きしたいことが山ほど。それも後にしましょう。まだあの鬼どもの討伐が残ってるんでしょ。御大将御大将御大将、ザクロたちも行ってきていいすか。はいはい、任せるわ。武田と北条に負けるんじゃないわよ。当たり前っす。お前らついてくるっすよ。アキコ、御大将の護衛は任せた。ええ、存分に暴れてらっしゃい。相変わらず長尾の兵は勇猛。あんたも北条の足止めしてたんじゃないの、光。深沢なら薫たちが残ってる。ああ、影武者か。あんたたちそういうのほんと好きね。けど、光はともかく、北条は夏希の手伝いでもしてるかと思ったわ。この調子だと今日も騒ぎになってるだろうし。今日の手伝いは必要なさそうだからこっちに来たのよ。必要ない？噂に聞いた双葉様の奥の手ですか。それもあるけど、物理的な価値もね。皆様のご御恩をお祈りして、あなたを見せてやろう。鬼どもは我らアザイがみんな仕留めちゃうからね。おうち様、お呼ばずながらこの小島貞沖もお手伝いさせていただきます。あ、噂の鬼小島ね。もちろん大歓迎よ。では、その越後切手の義兄人樋口愛な兼継も一匹の力をお貸しさせていただきますぞ。どや。よし、なら一緒に今日の町を守りましょう。浅井殿、近江も越前も先の地震で大変だとお聞きしましたが。お心遣い感謝いたします。ですが我が近江の民はそれ式で心を折られるような者たちではございません。何よりこたびの決戦は越前の戦の大始末。ここに力を重ねることこそ近江の民に笑われてしまいます。そうですか。誠殿、双葉様は二条周辺に新たな結界を張ったせいでお疲れなのです。どうか残る鬼どもの始末お頼み申しますわ。なるほど、今日に鬼が少ないのはそういうことでしたか。ではお二人は双葉様のことお頼みいたします。はい、お任せくださいまし。今日の町は我ら浅井がお守りいたします。皆様のご御恩をお祈りして中は預けるぞ。分かったの。いつものことですな。ケンスケたちに鬼を近づけさせるでないぞ。ケンスケ様、コナミさん、実体は右手三歩前に。これが物の人の力。ケンスケ隊、撃てー。コイさんには近づけさせませんよ。やはり最後に立ちふさがるのはあなた方でした。私ですか。お姉ちゃんは木下秀吉様に
それを支える秀長様、お家流や予言などなくともその程度は見通せますから。私も、うん、国の主程度であれば長尾や武田北条でも務められましょうけれど、うん、年号の名士たる天下取りの器は、いやいやいや、なんで私がそんな枠に。あなたでは見通せませんか、山本春之様。私の瞳は未来を見通すものではありませんから。そうですか。でしたらそれがわかるのはやはり圭介様。私もこの世界の一員ではあるのですが、とはいえこの私の力もさすがに底が見えてきたようです。そろそろ幕引きといたしましょう。思いましたが、立ち上がってきたのは幻の鬼だったのですね。お兄ちゃんたち、うまくいったのかな。鬼が消えていくってことは、これも幻だったってこと。今残っているわずかの鬼がヤヤさんの率いた本来の手勢ということですか。鬼が消えていくですよ。んだよ、もうしまいかよ。暴れるだけでいいとこなしじゃねえか。あれだけ暴れ回ったら十分なんだぜ。ザクロはまだまだいけたっすよ。ねえ、最後なんだからもっと派手に出てきてもよかったのに。何よ光、そんな目で見て。なんでもない。いやいや、こればかりは光様に同意ですよ。ちょっと、何を言うつもりだったのよ光。こら待て。若い子たちは元気ね。ともあれ、まずは堺の本陣に戻りましょう。やはり鬼の体を得ても前に出てくるべきではありませんでしたね。そもそもお主は戦場に出てくるべきではなかったのじゃよ。そうでしょうね。ですが最後に、皆様の立っている場所に立ってみたくもありましたので、私が一言添えるだけで、石ころ一つが金子の山に変わるのです。そんな夢幻がごとき世界に誠があるとお思いですか。なんと羨ましい。ユウ、お主は少し黙っておれ。羨ましがるうちが花ですよ。
細川藤高様。あ、そうだ、最後に木下様。はい。一輪の朝顔になってみる気はございませんか。咲いてる方が楽しいです。さようですか。おかえりなさい、お姉ちゃん。咲夜さん、カオルも夕霧も苦労。報告は先ぶりから聞いております。作戦の無事な成功、何よりでした。ええ、そちらも時間稼ぎ、お疲れ様。あれ、どうかしたのか、夕霧。いや、作戦の成功も、皆の無事も喜ばしいことでやがるが。夕霧ちゃん、マリちゃんの影武者役だったの、まだ拗ねてるんだよ。マリの影武者、嫌だった？そういうわけではないでやがるわな。して、機内の守備はいかがでしたか、皆様方。それは…そちらの区画が終わったなら、次は向こうをお願いします。じいちゃん、他に遅れてるところはあったっけ。今遅れてるのは…ケンスケ様、ミク様は、北陸道も、もうすぐ雪に埋もれちゃいますもんね。でも、もうすぐ冬なんですね。大阪城に取り掛かれるのは、いつになるのかな。マリちゃんも光様たちも帰っちゃいましたし、寂しくなりますね。よろしく頼むぞ。皆様のご御恩をお祈りして。ほころびがあったと大騒ぎしていたのは誰でしたかね。ちゃんと修繕したんだから言わなきゃバレないのに、なんで言うかな。経過報告なのですから、当たり前です。ケンスケ様、お二人はこれからどうなるんですか。
ハニー、お二人の事情はご存知なのですわよね。ヤヤさんもササラ様もまた一緒にお茶やパーティーができればよいのですけれど。お皆様のご分をお祈りして結果じゃろ。皆様のご分をお祈りし、自分にできることをしただけですから、興福寺の僧たちもその話を聞いて目を丸くしておりましたぞ。それこそ発想宗の開祖たる道生殿か土帝家のその再来かという騒ぎで、おや、ご存知ありませぬか、大陰陽師阿部の、買いかぶりすぎですよ、ユウ。むしろ今までが褒められなさすぎであろう、世の可愛い妹なのじゃから、もっと褒められても良いくらいじゃ。お姉様まで。それよりもケンスケ様、封印された皆様の処遇はどうなさるおつもりなのですか。世は反対じゃな。おや、珍しく久保様と意見が合いまし、これ以上健介を取り合う相手が増えるのは我慢ならん。あ、いえ、それがしはそういう生臭な気持ちではございませんよ。あら、そうなの。ユウも健介様とは。ひょふふたば様。ユウよ、貴様が健介とまぐわうのは構わんが、世の見ておらんところでやれよ。そんな泥棒猫を推奨するような言い方をされてもですな。なんじゃと。なら世の前で堂々とするというか、この泥棒猫めが。この奥方様を何とかしてくだされ呉服君。普段の久保様ならそれがしの管轄でしょうが、地上のもつれまでは面倒を見切れませぬ。皆様のご分をお祈りして、お力の差を見せてもらうな。むしろお主は
あれの味方をすると思うておったがの。同類であろう。同類だからですよ。うん。千の利休という輩の性根は鬼から戻ったところで早々消えはせぬでしょう。うん。ことに今は先だってと同じように争おうにも肝心のおぜぜが足りませぬ、うん、おぜぜの束で殴り合う事態にでも持ち込まれればこちらに勝ち目はないでしょう。石ころを金子に変えるというあれか。そんなもの酒井商人の本領からすれば余儀でしょうな。もっともその余儀も茶碗一つ茶釜一つで国が変えるほどともなればまた話は変わってきましょうが。茶碗一つで国とはまた大きく出たの。うん、うん、ケンスケ様。うん、そういえば双葉様はいかがお考えで。私は旦那様ならいかようにでもしてくださると信じておりますから。しまった。そう言うた方がケンスケの覚えがようなったか言うよ。そうして口に出してしまうところが公方様ですな。うん、そう褒められても困るのじゃがの。これが褒め言葉に聞こえるあたりもまた公方様ですな。次だ次だ。
するか否かか。うん。ちょっと、久しぶりの食卓でする話がそれ？うん。実は、泉のことは誠からも頼まれていたな。落ち着いた頃で良いから、また長伏を試してやってほしいそうだ。雫や梅もなんだか元気がないのよね。梅のことは小夜叉も気にしてたし、鬼にされた後は元に戻れん者の方が多いからな。ややのように仲良くしていた者が鬼と化すなら、その気持ちもなおさらだろう。なあ、あれか、あれはな。葵から少し聞いたけど、一輪の朝顔って話、あれ、クオンはどう思うの？一輪では散ってしまえば終わりだろう。一代で栄華を極めて、それで終わりならそれでも良いのな。誰の話？あれこそ一輪残された朝顔だからな。うん。下り顔で語られて愉快な話ではなかろうよ。うん。とはいえ、ササラも梅たちから嘆願がないわけではないのだがな。それにしても、最後に長伏を行うのはお前だ。最終的な判断は、ケンスケに任せるよ。うん。私もケンスケに任せるわ。ただし、奥に加えるならちゃんと教えてちょうだいよ。うん、名簿に書き加えるのは私のところ。うん。この程度のことで、いちいちブレてなんかいられないわよ。ね？難しい話はもうおしまい？なら少しは、目の前の朝顔もめでてほしいんだけどな。ね、クオン。それはだな。ケンスケまで。お前、落ち着くまではそちらを優先すると。うん。そうそう。少しは話がわかるようになったじゃない、ケンスケ。ほら。クオンもいらっしゃいよ。我はだな。ちょっとシノちゃん、そんなところ押さないで。そうですわ、これ以上押しては襖が。あ、これはその。
き者だな、お前は。たまには誰が制裁か教えておかねば。忘れてしまいそうだ。うん。それでもだ、ユイナ、手伝え。もちろん。頼むぞ。